藤沼翔平藤沼翔平2月17日から1962年1月2日は日本の官僚政治家栃木県佐野市生まれ旧姓は若田部1902年栃木県立栃木中学校卒業1909年に東京帝国大学法科大学政治家を卒業内務省に入省奈良県鹿児島県京都府 大阪府の警察部長を務め、1923年10月に、茨城県知事に就任したが、虎ノ門事件により辞職。この後内務省警保局長、新潟県知事、東京府知事を歴任した。1928年の第16回衆議院議員総選挙で、栃木2区から衆議院議員に当選、立憲政友会に所属した。1932年警視総監に就任。 翌1933年には、貴族院直選議員に直任された。1936年に、広田内閣の内閣書機関長に就任。この頃、第二本部特会の理事長も務めた。第二次世界大戦後の1946年に、警視総監に再任され、東京都長官を兼任。水密顧問官も務めたが、翌1947年に、 GHQ により公職追放。1951年の追放解除後は日本放送顧問を務めた。1962年1月に日満78歳で死去。なお、藤沼は警視総監への再任を経験した最後の人物である。戦前、戦中までは警視総監に再任することは特に珍しいことではなく、中には、 安楽金道のように三度にわたって再任している例もある。藤沼の再任を最後に、現在まで警視総監再任を経験した者は現れていない。なお、戦後に警視総監再任を経験したのは、坂深夜と藤沼の二名だけである。五六、私のことを運のいい奴だ、棚ぼた式の男だというが、おたもちが落ちてくる真下にまで行く努力をしない奴には、 決してボタモちは口に入らないのだ。ありがとうございます。